準備を怠らないようにね。よし。準備を怠ってはダメよ。よし。準備を怠ることなかれ。よし。よいしょ、よいしょ。つむぎちゃん、何をしているのかしら。たくさんの戦いで刃こぼれが目立ってきちゃったから、イオちゃんに借りた砥石で研いでたの。つむぎちゃんは刀を研げるのね。うん、おじいちゃんが真剣を研いでいるの子供の時から見ていたから、お手の物だよ。こう見えて砥石にも詳しいんだ。砥石ね、色が違うだけでどれも同じ石に見えるけど。大体の人はそうだよね。砥石は粒子の大きさによって粗と中と仕上げとの3種に分かれます。ちなみにこれは仕上げとですね。勉強になるわ。よいしょ、よいしょ。こんな感じかな。鋼さん、ちょっと見てもらえる？どう？ダメかな。刃こぼれ一つなく見事な刃文が描かれているわ。さすがつむぎちゃん、お見事よ。やったー、鋼さんのお墨付きをもらっちゃった。ねえ、せっかくだから試し切りも兼ねて特訓でもしましょうよ。特訓か、いいかもだね。特訓終わり。切れ味が良くなると気持ちも引き締まる感じがするな。木々も綺麗に真っ二つになっていたわね。今度は私の包丁も研いでもらおうかしら。鋼さんは料理もできるの？できるかできないかといえばできるかしらね。鋼さんの手料理食べてみたい。じゃあ今度ゆっくりと料理の話をしてあげるわね。気を失っていたのか。あ、そうだ、信長はどうなった。魔王は倒すことができたのか。見ての通りよ。魔王のムクロがなくなっている。信長が魔王を蘇らせたのか。ええ、してやられたわ。ごめんなさい、私が気づくべきでした。私が信長様のこと一番分かってなくちゃいけなかったのに。もっと気をつけていればこんなことにはならなかったかもしれません。騙されたのはイオちゃんだけじゃない、私たち全員よ。それにあの人が魔王になったのは私のせいかもしれない。お姉様のせい？どういうことですか？これ未来の日本史の教科書よ。なくしたと思ってたんだけど信長さんが持っていたの。ここのところ読んでみて。天正10年6月2日今日の日付ですね。本能寺の変にて織田信長死亡。そんな、これ本当のことなんですか？
本当かって言われると返答に困るけど、少なくとも私の時代の研究ではそういうことになってる。もし正しい歴史をたどっていれば、織田信長は本能寺で死ぬ運命だったということか。この教科書を読んでそのことを知って、魔王の力で歴史を変えてでも生き延びようとしたってところかしら。信長さんが何を思って魔王になったかなんてわかんないよ。でもこの教科書を読んで気が変わったって言ってた。だからあの人が魔王になってしまったのは紬のせいではない。死が怖いからといって世界を滅ぼしていい理由になるものか。なぜなら人は皆いつか死ぬのだ。小耳ちゃん、冷たいようだけど私も同じ意見よ。信長さんの干渉に付き合って誰かが死ぬなんて理不尽だわ。私もその通りだと思います。信長様が今日死ぬべきだなんて思えません。それでもこんなやり方は間違っています。私には魔王になってしまった信長様を止める力はありません。だから紬お姉様、お願いです、信長様を止めてください。歴史が変わってしまう前に信長様を。ありがとう、イオちゃん。辛いことを言わせちゃったね。でも、みんなのおかげで決心がついた。小耳ちゃん、前に話してた強くなるおまじない、あれをお願いできる？逆法の禁呪のことか？バカを言うな。話しただろ。あれは寿命を縮めるまじないなのだ。もう誰かが魔王を倒してくれないかななんて人任せにはできなくなっちゃった。そしてついさっき私はあの人に負けた。正直今のままもう一度戦っても勝てるとは思えない。だからって膝を抱えて歴史が変えられるのを眺めてるだけなんて冗談じゃないわ。私は信長さんと戦わなくちゃならない。もう負けられないの。だから。紬お姉様の言うことはわかります。わかりますけど。でも、自分の寿命を縮めるだなんて、そんなのダメに決まってます。私も、紬ちゃんがそこまでする必要はないと思うわ。待って待って。みんな、私が死ぬって決めつけてない？そんなこと思ってないってば。私にだって考えがあって話してるの。寿命がなくなっちゃう前に魔王を倒せばいいんでしょ？それにやっぱりヤバそうなら小耳ちゃんにおまじないを解除してもらえばいいかなって。まあそういうことなら。でもどう思う？小耳ちゃん。それなら、いや、しかし。お願い、小耳ちゃん。これは私が調律の巫女であるための、ううん、私が私であるために必要なの。そこまで覚悟を決めてるのね。だったら私はもう何も言わないわ。やっぱり私は反対です。危険すぎます。ごめん、イオちゃん、もう決めたの。お姉様。あれをこうして、そうするとこっちは、それを術式に展開するとどうなる？呪力の流れは、うむ、矛盾はなさそうか。あの、小耳ちゃん？おおよその算段はついた。やはり、あの禁じをそのまま紬に施すわけにはいかん。そんな。話は最後まで聞け。
禁樹に改良を加える。具体的には一度に消費する寿命の量を制限する。いざって時にドカーンって強くなれないってこと？それじゃあんまり意味ないような。心配するな。それでもお主の身体能力は大幅に上がるはずだ。それに逆方の禁樹を通してわらわたちが紬に力を貸せるようにする。そうだな、こちらは口づけの術と名付けようか。みんなの力を借りる？そんなことできるの？すごい！めっちゃ必殺技っぽい！私の力、存分に使ってください！それで紬ちゃんの寿命の消費が抑えられるなら、私の力くらい、いくらだって紬ちゃんに貸すわ。それにしても、すごいのは小耳ちゃんよ。実地でまじないを改良するなんて、すごい才能ね。ふん、何を今さら。最初から、わらわは天才だと言っておろう。うん、知ってた。紬、いざという時は、わらわたちを頼れ。それが、お主に逆方の禁樹を施す条件だ。そこまでしてもらって、断る理由なんかないよ。ありがとう、小耳ちゃん。信長さんが本能寺に行くのだけは絶対に防がなくちゃ。なんと嘆かわしい、なんと哀れな。魂の尊厳を捨て魔王に出してしまったのですね、信長殿。大きくて強そうだけど、信玄ちゃんは昔の信長ちゃんの方が好きだったな。これは懐かしい。このような場所でお会いできるとは思いもしない。しこの魔王に何の。信玄ちゃんは力比べしに来たよ。そう思ってたんだけど。ほう、俺もあなたとは一度刃を交えたいと思っていた。でも今の信長ちゃんを見たらそんな気なくなっちゃった。信玄公らしくありませんな。貴公が本当にしたかったことを俺が教えて差し上げよう。信玄ちゃんが本当にしたかったこと？そして上杉、あなたの戦の際には尊敬の念すら抱いておったのだ。生き残るために勝つ、その点において俺などお呼びもつかないと。褒められてもあまり嬉しくありませんね。勝つことそのものに意味などないのです。大切なのは何をなすかでしょ。このような姿にならずともあなたはすでに英雄です。魔王の力を借りてまでしてなすことにどれほどの意味がありましょう。どうか考え直してください。歴史は書き換えられなければならない。もう後戻りはできない。それに考え直すのは俺ではない。これっぽっちも思いません。仕方がありませんね。御仏の教えを解いて差し上げましょう。信玄ちゃんやりますよ。仕方ないか。信玄ちゃんたちが勝ったら昔の信長ちゃんに戻ってもらうよ。いいだろう。刀王ではないか。小耳ちゃん、よろしくね。わらわ
いつでも力を貸すぞ。敵が出現したぞ。うじゃうじゃやってきたー。それと、やはり、あいつれ。ここだ、どうだ、ここだと、やはり、ひょうのと、やはり、いよちゃんと、いやと、やはこのまま進もう。いざ。つむぎちゃん、勝利の秘訣は忍者よ。つむぎちゃん、それと、やば、話しいいぞ。来賢者室、それと、やば、つむぎちゃん、ひょうのずしゅん、いぞ、やば、いけ、それと、やば、鋼、それしびれなさいぞ。もう少しで倒せそうなのだ。と、やば、それはがつ、それと、やば、それと、やば、いよちゃん、それもう少しで倒せそうです。いよちゃん、よきよき。足元に注意してください。落ちたらただじゃ済まないわね。鋼さん、お願い。それお縄の術、私の忍術が使えるわよ。お縄の術、用心を怠るでないぞ。マイクだ。
だけだったみたいね。このまま進みましょう。とっとっやばっとっとっ、尻ボタン、やっ、それとやばっとやっ。気合を入れ直した方が良さそう。特大のお見舞いしてあげます。ザコにありようとしていたところよ。熱を持って静まるがよい。行けと、ヤバッ、まだまだ、お耳ちゃん、ね、お耳ちゃん、私でもなれるんだよ。